今日は宮地京子さんの人参のスパイシージャムです。はい、野菜ソムリエプロの宮地京子と申します。私はイングリッシュガーデンって聞いたときに本当に安直にピーターラビットで出てきて、そこから、まあ、野菜ソムリエでもありますし、人参をメイン食材にして、あと体を温める効果の生姜などを入れて大人好みのスパイシーな味わいに仕上げました。悩んだ、こだわったところは、人参の甘さと色と香りをどうやって生かすか、でも泥臭さを取るっていうところで、そう、砂糖を何にするか、で、グラニュー糖を使って、結局、白ワインやスパイスですっきりした甘さと香りを際立たせました。で、今回作ってみて、ちょっと試しながらやったんですけれども、パンにつけたりっていうのはもちろんなんですが、マスタードと混ぜて、サンドイッチに塗ったりとか、あとオイルやビネガーと合わせてドレッシングにしたりっていうような、いろんな料理に幅広く使える味にしてあげたことで、私自身、母の日のプレゼントとして、自分がもらったら嬉しいジャムが仕上がったなっていうふうに、ちょっと思っています。